い、マナの高君でございます。さっきさ、さっきさ、からやってまいりました。このところ足引っ掛けてどうかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まもなく始まりますよ。じゃあちょっと俺も回ってくる。気をつけたいほど、これとは似たが、あいにく入れ歯で歯が定めるそちら
のお姉さんね、足りない分だけ褒めりゃ買ってくれるんだけど。でさ、さあ、いくよ。で、こちらのお姉さん、みほちゃんね。はい、そちら、何だったっけ。あみちゃん。あみちゃんとみほちゃんね。2番目と3番目の子供だから。で、3番目の旦那。4番目の旦那の子供。でも私に似てないでしょ。いい男だったから。でも聞こえますか、後ろの方、はい、聞こえる。で、あの顔はあるけどね、声はいいのよ、私。で、さあ、さあ行くよ、ね、皆さん、今日はね、このね、石川口のふれあい祭りで、大いに盛り上げましょう。いいかな、高いとか安いとかして、で、見てちょうだいよ、で、黙ってちゃダメだよ、バナナ買えないんだから、で、学校で手をあげたことない人は、で、今日は手を挙げてちょうだい。マイク大丈夫？大丈夫？あさって向いてる？はい、大丈夫ね。さあ、さあ行こう。ね、さあ、一番いいバナナから行こうかな。さあ、一番いいバナナ、はい、持ってて。はい、大きいだろう？そうそう。そんじょ、そこらのバナナじゃないんだよ。本日のバナナ。で、恐れ多くも天皇陛下様と皇后陛下様が3時におやつにいただくバナナ。銀座の千疋屋から仕入れてきたバナナだよ。ねえ、これほら、いい色としてツヤといい。で、いい色でしょ、そそり具合といい。さあ、向いてほらな。さあ、一番最初行こう。はい。物の始まりが一ならば国の始まり山の国。島の始まり淡路島。人の始まりは隣の姉さんって。何隣の姉さん、何やってんだよ。さあ。500円なかったら400でどうだ。シートしちゃったな。もう一声、もう一声。300。あのね、今日のお客さんなんだ、人形はついてる、財布は薄かったかな。しょうがねえな。はい、250。さすがお兄さん、はい、来るのいいけど、はい、次はいらねえよ。うわー、次はいらないけど、見てやってやちょうだいな。300円。全で一番ね、金持ちのお兄さんだよ。大きい声で言えないけどね、マンション3つ持ってるね。ちゃんとしてる。はい、ありがとうございます。はい、パッチ持ってる。続いてこのバナナ、青のいいバナナさ。兄さん、寄ってらっしゃいよ。国発散、お座敷だよ。と、くら、あらの神力士が通る水戸街道、一歩におらって払うけどさ、持ってけ。400でどうだ。あのね、みんな黙秘権使わないでよ。高いとか安いとか握ってちょうだいよ。私ばっかりあんた、しょうがねえだろうな。もうね、田んぼのかかし相手にしてんじゃないんだから。よし、200円。はい、よ。おお、あっ、あった。はい、お姉さん、さすが。買いっぷりもいいけど、女っぷりもいい、このお姉さん。はい、ありがとう、200円ね。はい、ありがとうございます。ありがとうんだな、今も。セリア20個で読みに行く。さあ、さあ、はい、ありがとう。はい、いいかな。2つなされだよ、ね。さあ、3つ目。はい、336個、スープガラス。これを作るが男の度胸、女は愛嬌で坊主はお経。山際と縫いする方を持ってけ。400。なかったら300でどうだ。カメラの声が出ない。おー、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 250。あ、片方です。250だよ。すごいな、これ50だ。250で買ってくる。あ、お姉さん、お姉さんね、いや、200円で買っちゃうから、ね、あの、お母さんにね、50円。辛味と、あの、ちょっと、はい、誰もいない。美味しいのに。さあ、続いて、宮村さん。はい、はい、はい、はい。よし。ね、今ちょっと俺離れらんの、ね、よ。勝手に取っていいです。最高。ありがとうございます。何本出したかが分かるわ。半熟バナナ。4つ目、4つ目、4つ目、あの50円でね、あと土地を買ってちょうだい。さあ、ありがとうね。さあ、どんどん行くよ。続いていく。
さあ、はい、ありがとうね。50円で土地買うんだよ。分かったね。さあ、行くよ。さあ、伊勢町で持つ、津は伊勢で持つ、終わり名古屋は須藤で持つ、ね、石川口はこの並木商店街で持つ、母ちゃん腰巻き紐で持つ、姉ちゃんパンツはゴムで持つ、新婚時代は愛で持つ、中年なれば忍耐で、熟年になれば保険金ゼロ。お兄さんはちゃんとお母さんに入ってる、入ってる、よし、持ってく300。はい、あ、買うの、あ、今取りやめ、300買ってれば。さすがお姉さん、さすがだ、ハッピーハッピー。買い取りもいいけど、女取りもいいですよ、これ1000で、何、お金なんで、あら、まあ、お金いらない、まあ、いいな、はいはい、ありがとうね、本当にありがとうございます、ありがとうございます。さあ、4分です。だんだん、だんだん、もう、はい、もう一つですよ、これも含めて。さあ、奥の細道、芭蕉が通る、こっちの近道、ばあさんとね、筋を通すのが欲しい、筋が通らないのが5000円、飾って通るのが何日で、3時半、赤いと、私が通れば、さあ、3本で、100円、450円。ありがとう、マックス。さあ、さあ、ありがとう。ありがとう、バイちゃん。暑いよ、そうだ。はい、ありがとうございます。さあ、ちょっとこれ、これ、ちょっと痛みかかってるけどね。これはちょっとやりたい。はい、ね、いいな。さあ、あのね、福沢諭吉さんにこと言いましてね。天は人の上に人を作らず、人の下に作らずと言いましたね。私は違うんです、お兄さん。人は人の上に人を乗せて人を作ります。分かった？分かった人だけ持って行っていただきましょう。さあ、持ってけ。さあ、持っていきましょう。500円。なかったら450。まだまだ。人恋とかさ、恋とか言ってちょうだいよ、私は。300円。よし、行ったお兄さん。300円。いらっしゃい、いらっしゃい、こっちに。さあ、300円。はい、ありがとう。これおまけしちゃうから。はい、おまけ、300円、ありがとうね。さあ、ありがとう。だから、今の資格、ヘビは20個で読みに。さあ、いいかな。ありがとうございます。一富士二鷹三なすび。一富士二鷹三なすび。その後知ってる？知らない？知らないね。良いこといっぱい迎えるように七福神に願いとき、八方広がりここにある、とうとう100歳おめでとう。初めて聞いた、初めて聞いた、頑張ったの、面白いだ、面白いさ。あのね、お金をね、お金を儲ける、あのお金持ちになる薬はないけども、頭が利口になる薬はあるの知ってる？それがこのバナナ。八重くん、八重くん、お金持ちになる薬はない。この後、なぜかというと、バナナを1本食べると、朝食べると、この後気持ちが落ち着く。だから学校で騒いでることが落ち着かない子には朝このバナナ1本食べると集中力が出るんです。集中力が出ると勉強もできる。そうすると頭が良くなる。で、ダイエットにもいいしね。さあ、さあ行こう。さあ、行くよ。肺は手をする、足をする、うちの父ちゃんの馬をする。な、大丈夫か。え、皆さんね、お兄さん、え、働くばかりが脳じゃないかんだからね、たまには奥さん孝行してあげなさい。バナナこれ一本ね、夜鍋して食べて、父さんとまずバイアンダムマスコって言ってもらったから。いいね、350、300ドル。はい、いっぱい出た、いっぱい出た。よし、じゃあ350円。あれ一応多いな、はい、350円。はい、350円。じゃあそちらのお兄さんも350円。じゃあね、いよいよ最後300円。50円どこ？
あ、50。あ、いいよ、30。負けちゃう、負けちゃう。大きい声じゃいけないけどね。私のバナナじゃないんだからね。はいはい、あります。はいはいはい、ね、さあいよいよ最後だよ。ここにさ、ね、リボンがついてるでしょ。竹にリボンついてんじゃないんだよ。これは天皇陛下様と皇后陛下様が3時のおやつにいただくバナナだから叩き売りはできない。これはオークション。オークションというのは私が最初これリボンとこれをつけます。リボンとこれをつけて、ね、私最初に値段を言いますから、私より50円でも100円でも高い人にこれを売ります。はい、いいバナナだよ。オークション始まる。いいかな、お姉さん。あ、夜中だな。まあ、本当にまあね。お母さん幸せだな、この。あの彼氏いるの？君はいいよな、いつもいいよな。最高。いつまでもあると思うな、親とかないと思うな、本当さいな。ねっきりはっきり、これっきり。脳心飲めばすっきりで、ぐっすり寝るなら猫いらず。で、さあ持ってけ。完売でございます。はい、ありがとうございました。さあ、それではですね、こちらの波フレメインステージではですね、この後クリーンプロジェクトが行われます。クリーンプロジェクト、どっかで聞いたことがあるフレーズでございますね。自分でもびっくりしてます。何してんの、はい、お掃除しちゃったんですね。バナナの畑、面白いですね。はい、それではしばらくお待ちくださいませ。